さあ今日なんですけど、今日はですね、こちら見えますか？めっちゃでかいミキサー車ですね。生コンとかそういうのを練ったり、する機械になってます。まあ、400キロぐらいあるね、大きい機械になってるんですけど、まあうちもね、ミキサーやったことなくて、正直言うと。ただまあお客さんがメーカーが確か愛知かなんかで、もう送れないっていうのと、まあメーカーもちょっと出張修理に行くと、まあかなり金額をね、取られるっていうことで、今回、お付き合いのある、取引店さんから、ご依頼をいただきまして、今回ミキサー車を直していくっていう形なんですけど、この動画撮る前にね、お客さんからの、症状で、モーターが、力が弱くなってきたっていうことで、ご依頼、いただいてるんですけど、一応そのモーターの、抵抗値とか、そういうのは全部、測りまして、無負荷の状態では、モーターにはね異常はないっていうことを確認しております。ただ、力が弱いっていうことで、うちで動力つないで回してみたんですけど、そんなになんか至って悪いなっていうのはなかったので、先方と、お話しさせていただいて、一応綺麗に、してくれっていうのと、今押しボタンスイッチが屋外型のスイッチではないので、雨風をしのげるような防水型のスイッチを、つけてくれっていうことで、今回ご依頼を、いただいております。本当ね、このミキサー車、自分当たるのも初めてで、正直見るのもそんなに、見たことがない、機械にはなるんですけど、構造としてはモーターから、V ベルトが、つながってて、その V ベルトで、刃物をこうローリングしてるっていう形ですね。じゃあちょっと、構造見ていきましょうか。はい、こんな感じですね。中に刃物が、ついてて、回転速度はそんなに速くはないんですけど、これで、生コンとかをずっと練っていくっていう形ですね。でここなんか溝があると思うんですけど、こうレバーがあるんですよ。このレバーをこうスライドさせることで、生コンが下に落ちていくっていう形ですね。でこっちが、先ほど言ってた不具合があるかもしれないって言ってたモーターですね。ここの、抵抗値を測りまして、電流値とかも測って、問題ないことを確認しております。モータープーリーのところに V ベルトが3本ですね、こう来てまして、この V ベルトで中のよいしょ刃物を、回してるっていう形ですね。よいしょ。でここが押しボタンスイッチになります。今普通のね、押しボタンスイッチが、ついております。これを屋外型の、スイッチに、変更っていうことで、で今回の今撮ってる動画では、最終的に1個になるんですけど、まだこのスイッチがね、届いてない状態ですので、またスイッチのところは別撮りで、撮っていきたいなと思っております。今回はよいしょ、この中これを、ひたすらねセメントを取っていくっていう形です。コンクリートを取っていく、ある程度綺麗にしてお客さんにお返ししようかなっていう形です。今の状態がこれです。もうめっちゃ汚いですね。これがどこまで、綺麗になるのか、ちょっとね時間がある限り、綺麗にしてあげて、お出ししていきたいと思います。はい、じゃあ早速頑張ってやっていきたいと思います。見てください、こうベリベリ跳ねますね。もっとね効率のいいやり方あるだろうって思うんですけどね、何しろ工具がなくてですね、本当はジェットタガレとか修理品で入ってきてればそれ使って、ガンガン行くんですけど、ちょっとねジェットタガレがなかったんで、こうやって手作業で、時間の許す限りちょっとやっていこうかなっていう感じです。今日1日もらってるんで、ある程度綺麗になるとは思うんですけど。はい、今ね多分あれから1時間ほど経ちました。今のね現状なんですけど、結構落ちたかなとは思うんですけど、やっぱりねセメントなんで、これ見てね分かりやすいかな、どうですかね。最初よりかはこう大きいものはこう落ちてるとは思うんですけど、やっぱりねまだまだ残ってるかなっていう印象で、
まあ、これをねちょっと僕打開するために、先ほど修理品でジェットタガネとかがないからっていう話をしたんですけど、じゃん、修理で入ってきました。これをねちょっと使ってバーっと当てていこうかなと思います。これで取れるかねちょっと微妙なんですけど、ありがとうございます、まあね、ジェットチゼル使ってちょっとバーっとやっていきたいと思います。で終わったら、一回洗浄機で流して、まあどんなもんなんかなっていう感じですね。まだこれ、まあ、30分ぐらいねこうバーっと打っていきたいなと思います。はい、疲れた。今からね、今からじゃないわ、今ね、2、30分ぐらい、まあ、削りまして、まあ、ある程度、さっきよりかまた落ちたんじゃないかなと思います。今見てもらってもね、多分真っ白な感じなんで、これを洗浄機で、一回清掃して、まあ、それから、まあ、ちょっとね、あのカメラに、まあ、映していこうかなと思います。で、先に、スイッチのところと、モーターのところですね、まあ、一応水がまあ、かかってもいい、かからないようになんか当てみたいなのを作って、ちゃんと保護した上で洗浄機で、まあ、バシャーっと洗っていこうかなっていう感じです。じゃあね、まあ早速やっていきます。はい、じゃあ2日目ですね、今日はね洗浄機で流していきたいと思います。はい、というわけで、今ね綺麗にし終わりました。まあね、これを見てもらったら分かるんですけど、めっちゃね、めっちゃ綺麗になりました。ちょっと逆光やな、めっちゃ逆光ですね。ちょっとね、中の方見ていきたいと思います。はい、こんな感じです。めっちゃ綺麗ですよね。ピカピカです。はい、じゃあね、これで、乾かしてちょっと終点の方までやっていきたいなと思います。